はい、皆さんおはようございます。まだちょっと鼻が詰まって泣き気味な私です。なんか声をかき消されるね、あのガガガガガガって。あ、オスだ。この子実はオスなんじゃない？なんかカールしてません？この後ろの羽が、ほらほら、この子オスなんだね。あ、アヒル一匹オスだったんだ。あ、あれはカールくんだったんだね。アヒルがしたら4つメスで、アイガモが4つメスって感じですか。そしたらめっちゃ卵産むじゃん、産卵期になったら。そう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 、今日のネタなんですけど、皆さん生き物をどういう飼い方をしていますかと。そう、なんかね、猫とかケージに入れて飼うっていうのが最近流行っているらしく、っていうかそんなのメリットあんのと思ったら、そのまあうまいことメリットを書いているんですね。そのメリットの一つが、驚くことに災害とかになった時に、よくみんなでこう避難するじゃないですか。避難先とかでもストレスを与えなくていいって。おー、そうか。じゃああんたは、じゃああなたはこう、ずーっと、一日中トイレで過ごしたらどうだいと思ったのは私だけでしょうか。うん。その災害の時のストレスをなくすって、なくすみたいな、そういううまいことを書くんだ。この災害の時っていうのは1年間にというか何年間、10年間に何回起こるんだろうと、そのためにこう1日の半分以上をケージに入れるって、あっ、もう一生のうちほとんどケージに入れて生活するってよくわからんわ。あ、ちなみにこれね、猫の話ですよ。猫とか犬の話ですよ。で、まあ、して、高さが足りなくてストレスを感じるようなら、3段とかのケージにすればいいって。ああ、そうか。そういうこと？私猫飼ってて思うんですけど、そんなもんの運動量じゃ足りませんよ、猫って。ね。ここ座らせてよ。まあ、それに対抗してね。あ、そうそう、あとね、家が傷つけ、メリットの家が傷つけられなくていい。人間の都合の話ねと思って爪研ぎってなんで売ってるんだろうねと思って、あとね、いたずらとかして線とか電気のコードをかじらなくていいって書いてあったんで、あー、それもそんなとこ、そういうやつね。あー、それも人間の都合ねと思って、とりあえず人間の都合なのねと思って、まあ今はそういう世の中になったんだねと。なんでしょうね、それを真に受けて見ちゃった人は、まあブログとかで書いてるんでね、そういう風に、そういう風な記事を見てしまった人っていうのはそういう考えになっているんだなと。まあ誰かそういう風にやっててそれに賛成してたら、そういう風な
のがいいと思っちゃうんだなと思ってね。ならば私はフリー飼育のすすめを書いちゃえばいいんだね。書いちゃうっていうか発信しちゃえばいいんだね。ちょっとこれから1週間ほどフリー飼育のすすめをね、いや1週間もしなくていいか。今回このねチャンネルでは、いやいや、これからフリー飼育ってこんなに素晴らしいよっていうのをね発信していこうと思います。まずね、犬のフリー飼育、こう一緒にねリードを持たないで散歩できて、ソラおいで、どこまで離れてても呼んだら来るという、ちゃんとお座りするという。でなぜかご主人様との感覚もちゃんとね、あるという、まあ自由にしてるのでいつも毛並みがピカピカしてるっていう。あ、けどなんか最近太ってきたね。鶏に撒いた残食食ってんでしょ。ちょっとなんかデブってきてました。まあデブってきても運動はできる敷地はたくさんあるのでね、まあ、昔はねこんな感じだったんでしょうね。もう犬とかも1メーターぐらいのもうリードでずっとそこに繋がれてるのかだったら意味わかりませんもんね。買うなよと思って買うなよって、そこの周りでぐるぐるかよって。あとですね、猫のケージ飼育でじゃなくてフリー飼育でいい点は猫にストレスを与えない。まあ当然なんですが、猫が好きなところに行けるって。あとね、なんかこう考え方を、自分の考え方が変わるって感じですかね。相手がどうだから相手を変えるっていう、なんか普通の生活をしてても相手がムカつくから相手を殺してしまえばいいみたいな、そういう考え方じゃなくて、うんうん、相手との距離をとって、あ、そう、嫌な人がいたら相手との距離を取ればいい話って、その人に近寄らなければいいっていう発想になったり、まあ今これこっちの群れとこっちの群れ距離あるじゃないですか。お母さんに守られてるところとそうでなくて、フランキーで返した子たちの群れで、多分もうちょっと大きくなったらもっと分かれると思うんですよね、群れが。こうずーっとそのね一つのところに入れられていたらもうどこにも行けないし、どこにも自分で行けないんですよ。自分で好きなところに行って、自分のこうでリラックスと自分が心休まる場所に行ける。そう、フリーな飼育だと自分の心が休まる場所に行けるんです。自分が好きなグループってないけど、自分が好きなグループの人たちと一緒に戯れられるというか、一緒にいられる。うん、あ、一旦つながれてるけど、一旦がなんか課題な気がしてきた。一旦も話しても大丈夫そうだったら
その話して慣れさせていこうかな。けど食べられたら嫌だしな。もうちょい長くしようかな。紐引っ張るの。場所ね。まああとフリーのね、フリーというか、こう話して飼ってると、ヤギちゃん好きなところに行けますね。まあそしたらいいところ、そういう動物を見ててストレスにならないっていう、自由にしてる動物を見ててストレスにならないっていうのが、最大のメリットですね。あ、白菜巻いてきたぞ。あと自分の考え方なんですけど、野菜は動かないので、こう囲っちゃっていいような気がして、で動物は動くので動物の方をフリーにしてっていうのがね、自分の考え方で、防獣ネットなんです。防獣ネットで野菜の方を囲っちゃうと、ね、なんか昨日トウヤを食べたかったからトウヤを買ってきたんだ。あと人参育ててなかったから人参買ってきて一緒に埋めようかと思って、大きい穴掘ってもらったから、ねえ、むしゃむしゃトマト美味しいな。まあね、カゴというか、あの小屋もあるんですけど、やっぱり入ってませんね、いつもながら。だから好き好んでその狭い空間に、まあ袋のネズミですね、追い込められる、追い詰められる袋の中に入ってますかって話ですよね。そりゃね、具合悪かったら家の中に入ってますよ、安全なところに。いや、具合悪くなくて普通に遊びたいときは外に出ます。だってつまんないじゃないですかね、足もあるし、そこら辺ほっつき歩き、足もあるのに、木だって登れる爪もあるのに、猫の話ね。ね、この木みんな登ってきますからね、うちのにゃんこたち。それをね、使わずして観賞用ぬいぐるみですね、ケージの中突っ込むと、さすがにね、それはね、ないでしょうって。それならね、猫のぬいぐるみがいっぱい売っているので、猫のぬいぐるみを買いましょう。ちょい、ケージ飼育について。あとね、鶏、卵をただ産ませるだけだったら、なんか作ればいいんじゃないですか、卵を。卵に似たものを。もう自由にね、飼ってあげてくださいっていう。もう自由じゃないと、自由に飼わないと意味がない。その動物が生まれてきた意味がないっていう。ね、アヒルもめっちゃ距離走りますよ、うちの。早いし。あ、どうしたの、タポタポと。大変だね、なんかね、こんなとこ登んなきゃいけなくてね。けどね、歩いたらいいんだよ、体に。紐引っかかるなよ。引っかかんないわ。まあそんなこんなで、今日はそんなこと思ってました。
それはまた皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいませ。バイバーイ。